地球か。悪くない星だ。その孫悟空とかいうスーパーサイヤ人がここに戻るまで計算ではあと3時間待つのか、フリーザ。もちろんだよ、パパ。だけど、あいつが来た時、悔しがらせてやりたいから、地球人を皆殺しにしてやるんだ。地球人などはどうでもいいが、スーパーサイヤ人だけは必ず息の根を止めねばならん。どんな手段を使ってもだ。何か用でもあるのか、地球人。お前たちを殺しに来た。フリーザ一刀両断。未来から来た謎の少年。殺しに来たって？僕たちを？片付けろ。はっ。ほほう、なかなかやるじゃないか。初めから全力でかかってくるんだな。僕は孫悟空さんのように甘くはない。孫悟空、なるほど。貴様もあいつの仲間か。会ったことはない。知っているだけだ。やれやれ、貴様が部下を殺してしまったおかげで、このフリーザ自らが働かなきゃならないよ。誤算だったな。なーに、貴様や地球のゴミどもを大掃除するくらい僕ならあっという間にやってみせるさ。そうじゃない。僕が言ったお前の誤算とは、スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない、ここにもいたということだ。はあ、なぜだ。フリーザー、なはっ、バカな。孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのにあのざまは何だ。吸収した。孫、気候派の類は撃つな。こいつら手から気を吸い取るぞ。気を吸い取る？冗談じゃねえぜ。おい、そんな奴様子が変だぞ。まさか未来から来た奴の言っていた心臓病が発症したのか。なんだって、もう薬で治したんじゃなかったのか。俺やご飯と一緒に修行していた時はまだ発症していなかったはずだ。くそ、まさかこんな最悪のタイミングで発症するとは。苦しい。どうしちまったんだ、俺の体。いやは、あっ、うわ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 っ、
カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。ベジータ、貴様の相手はこの俺だ。20号、どうか私にベジータを始末させてください。まあよかろう。その代わり残りの4人は私がいただくぞ。貴様らは噂ほどとんでもない玉じゃなさそうだ。そうかな。貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな、知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。ベジータさんもスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願い、特訓を繰り返した。そしてある時、俺は自分の限界に気づいた。その自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。何に変化したところで、所詮我々人造人間にはかなうものではない。くらえ。こいつがスーパーベジータのビッグバンアタックだ。よう、まだこんなところでうろうろしてやがったとは意外だったぜ。貴様ら、これからどこへ行くつもりだったのか聞かせてもらいたいな。孫悟空のところよ、殺しにね。やはりそうか。だが、行くことはできんな。この俺が貴様らを片付けてしまうからだ。サイヤ人というのは、どうも自信過剰だな。半端な奴ほど、そのプライドのせいで早死にすることになる。人形のくせにガタガタ抜かしやがって。どいつからだ。ガキか、女か、デクノボーか、それとも3匹まとめて片付けてほしいか。そうだ16号、あんたの力が見てみたいし、やってみてよ。断る。俺の相手は孫悟空のみだ。つまんないわね。じゃあいいわ、私がやる。じゃあね。
バイ。みんなを助けなきゃ。どういただこう。エルズクラッシュ。こんなに強かったのか、16号のやつ。まだだ。今すぐ急いで逃げろ。やつはまだ死んでいない。冗談じゃない。人は吹かさずに逃げてたまるかよ。この俺の手でとどめを刺してやる。出てきやがれ。望み通り出てきてやったぞ。しまった。8号たちの姿が見えん。この辺りの農業家の島に隠れているな。よかろう。聞こえるか、18号。姿を見せるんだ。見せなければ島を順に破壊する。わかった。現れんか。面倒をかけやがって。貴様はベジータ。貴様がセルか。 あいつはベジータ。わざわざ何しに来た。まさかこの私を倒しに来たつもりか。倒しに来たんじゃない。跡形もないほどバラバラにしてやるんだ。私をバラバラに、貴様が。あまりにバカバカしい発言に呆れるしかないな。よく見るがいい、セル。貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。これで本気のつもりじゃないだろうな。本気にさせたようだ。この私、とっくに本気だと思っていたがな。こんなことがあってたまるか。